はい、今回もまたまた誰やねんと、誰ですかと、久々に言いたいわ。誰やねんということを地球のどっかで叫びたいわ。パウロ・アンドレかな。能力微妙やな。センターバックっぽいね。189センチでかいじゃん。すごいじゃん、パウロ・アンドレ。パウロ・アンドレちゃんは今何してんの？アンドレは何してんの？アンドレは。ちょっと待って。現在、バジャドリードのダイレクターやってると。あ、そうか。バジャドリードってロナウドやもんね。だからロナウドに雇われてきてると。おー、すごいじゃん。セレさんとかの歴一切ないと。ただブラジル、つながりできたと。もともとブラジルでプレイしてて、で、ルマン。あ、ルマンに行ったんや。ルマンに行って活躍できなかったんですかね。ルマンでも長いな。3年間ぐらいあんな。で、コリンチャンス。クラブワールドカップ出たんかな。で、上海、中国に行ったよね。で、クルーゼイルまたブラジル帰ってきたと。で、ブラジルを転々として引退という感じで。まあまあまあ、プロ通算344。まあ、かもなく、不可もなくかな。まあ、主には、ブラジルリーグというところで。バジャドリード懐かしくね。バジャドリード誰だっけ？ジョー・ショージだっけ？あいつがいるとかだよね。で、ロナウドが買い取ったんだよね、オーナーって。なんだもの買い取ったやろ。まあ、多分ブラジル人たくさん連れてきて、そこでまた売却しようっていう魂胆だと思うんですけど、多分続かないと思いますね。もうブラジル人はヨーロッパであんまり需要ないんでね。ぶっちゃけ。なかなか厳しいっしょ。はい、っていう感じなんでね。まもなくロナウドは離れると。俺はそうしてるけどね。自分らどう思う？